こんばんは、岩田敦です。今日はですね、ちょっと最近思ってること、ニュースの解説ではなくて、最近思ってることについて語らせていただきたいと思います。何を思ってるかというとですね、一つ思ってるのはですね、我が国のいわゆるですね、リベラルっていう人たちの、まあ、いい加減さというかですね、デタラメさというか、あんまり考えてなかったんだなということが、まあ、今回のですね、中国初のこの病によって、まあ、露骨になったと。こういうふうに私は考えてます。それは何かと言ったらですね、結局我々、というかですね、人類にとってのですね、最大限のその自分たちを助けてくれる共同体っていうものは、小さく言えばですね、それは家族とかですね、親族とかいろいろあると思うんですけど、最大のところってどこかって言ったら、やっぱり国家であって、その国家を超えたですね、その共同体っていうものはやっぱり成り立たないということが我々明らかになってきたんじゃないかなというふうに思います。これはいいとか悪いという問題ではなくて、人間というのはですね、基本的にそこまでですね、同情の範囲というものを広げられる存在ではないわけですね。私は実はですね、まあ、いろんな本書いて本書くの早いねとか言われたりするんですけれども、実は書けないでもう10年ぐらい考えてるんですけど、書けないでいる問題があってですね、その問題はやっぱりナショナリズムの問題なんですよ。でナショナリズムの問題とかですね、あと責任とかですね、実はアイデンティティとか書きたいテーマはですねあるんですけれども、これらについてはですねそれなりにいろいろ本読んでるんですけれども、なかなかまとまらない。だからですね、私はコロナでどうしても死ぬわけいかないのはですね、この3つのテーマについてですね、なんとかで形にしたいわけですね。だけどしたいけれども、なかなか書いていくとまたこれじゃ違うなというふうに思う、行きつ戻りつを繰り返しているわけですが、まあやっぱそんな中でもですね、いいとか悪いとかを別として、国家というものを超えてですね、人間は共同体を感じることができないというのが冷徹なですね、事実があるということなんですね。で、それは簡単に言ったならですね、まあコスモポリタンみたいな思想っていうものはですね、これ成り立たないっていうことなんですね。もうコスモポリタンみたいな思想が成り立つっていうことはどういうことかと言ったらですね、自分の同じ国に住んでいる国民が亡くなるのと同じ程度ですね、例えば今シリアとかアフリカとかで亡くなっている方に対して同じ同情の念を抱けるかっていうことに尽きてくると思うんです。私は、人間というのはアリストテレスの説っていうのをですね、結構信じていて、人間というのはですね、中間的存在だっていうんですね。中間的存在ってのはどういうことかって言ったら、神様にもなれない。神様っていうのはいいことしかしない。で、野獣にもなれない。野獣っていうのは悪いことしかしない。その神と野獣との間をですね、さまよって生きてるのが、人間なんだということですね。だからこそよく生きようと努力することが大事なんだと。野獣ってのはよく生きるってことに興味関心がないということなんですね。まあこれはですね、この考える上で非常に面白い。で、共産主義にしてもですね、コスモポリタニズムにしてもですね、人間が神であるというような発想になってくると、どこまでも無条件にですね、同情することもできればですね、なると。そうしたらですね、コスモポリタンという世界は成り立つでしょう。しかし残念ながらですね、例えばね、具体的な例で、私がいつも使う例で申し訳ないんですけれども、ご自宅にペット飼ってたらですね、遠くのですね、シリアとかアフリカで人が何百人何千人死んでることよりもですね、自宅のペットが亡くなったことの方が悲しく思うというのが、これは悲しいことに人間の差がなんですね。だからそういう近いものに対する愛は深いけれども、遠くなれば遠くなるだけ薄れていく。で、その遠いけれども近い存在で成り立つのは、現代においてはですね、国家というものしか成り立たないだろうというのが私の考えているところです。で、なんで国家までしか成り立たないのかというとですね、これ人間のもう一つの差ががありましてね、これはカール・シュミットという人が言ってるんですけれども、人間というのはですね、必ずですね、友と敵っていうものを作る。まあ、シュミットはこれを政治の本質だと言ったんですけれども、この友と敵っていう理論はですね、じゃあ誰が友となって誰が敵になるかということをですね、まあ、シュミットは明らかにしてないんです。もう、だけれども、このね、シュミットっていうのはナチスを擁護した思想家としてですね、非常に批判されてますけど、この分析はね、結構正しいですよね。政治の本質は友と敵なんだと。で、これはですね、これもまた全く同じことで、それがいいとか悪いって話じゃないんですよ。で、政治的な存在である。そう考えるとですね、例えば、
我々のナショナリズムというものがどうして成り立つかというと、ナショナリズムの負の側面であるですね、負の側面というのは何かって言ったらですね、自国の内部に対しては愛着があるけど、自国の外部に対しては閉ざしてるわけですよ。閉ざされた空間になってるわけですね。つまりもっと言うならば、自国内を友として他をですね、敵、まあ明確な敵とまで言わなくても他者であって敵になりうる存在であるというふうに考えている思想なわけですね。ナショナリズムっていうのはそういう感情なわけです。でだから内側に対しては愛着を持つけど外に対しては排除するということで、これがですねリベラルの人たちからするとけしからんと、人間同じ人間なのにどうしてやらないんだということなんですけど、今回のコロナの騒ぎを見ていてもですね、やっぱりどうしてもそういうふうになっているんじゃないのかなというふうに思われてならないわけです。でもっと言うとですね、人間は、その友敵関係をですね怖がるだけじゃなくて楽しむところがあるっていうのが、これは人間の差なんですね。例えばですよ、考えていただきたいのはワールドカップってあるじゃないですか。サッカーでもいいですよ、それからオリンピックでもいいですよ。で何でもいいんですけど、スポーツの時にですね、もしですね他者っていう他国っていう存在がねなかったとして、じゃあ純粋にね、その世界の中で、できのスポーツのできる人をですね、こう、無作為にっていうか上から順序に集めていってですよ。でそれを上から順序に集めていって、それを割り振ってチームを作ってですね、でさあ、決戦だというふうになった時に盛り上がるかっていう問題なんですよね。で例えば、ラグビーですか、ラグビーは日本国籍は持ってないという人たちが活躍するということができるスポーツだというふうに聞きましたけれども、でもそれはチームとしては日本なんですよね。だからどこの国の旗をですね掲げているかっていうことで、それで我々感情移入できるわけですよ。あ、日本頑張れと、どこの国でもそうですね、アメリカ頑張れと。いや特殊な人もいるかもしれないですよ、日本が出るために嫌だとかですね。でもそれも日本に、ね、例えば韓国っていうのはですね、日本と韓国との戦いに異常にこう盛り上がりを感じるらしいですね。でもそれってまあ嫌よ嫌よも好きなうちと言いますかね、愛情と憎悪っていうのはですね非常に近い関係にありまして、もし韓国の人たちもですね、その日本が嫌いだ嫌いだって言ってる韓国の人たちは、日本という国がなくなったら困っちゃうわけですよ。次どう憎悪していいのか分かんなくなっちゃう。そういう意味においてもですね、愛憎っていうのはいい言葉ですよ。つまり憎しみっていうのは愛情がないところから生まれないんですよ。愛憎の反対はじゃあ何かって言ったらですね、愛も憎しみもないところに何が生まれるかって無関心ですよね。関心を持たないということです。つまりいや興味ありませんというのが、まあ一番まあなんていうのかな、愛憎も感じないことなんですね。まあ私は基本的にあんまり韓国に対して関心がないから無関心に近いかもしれないですけれども、まあ例えばですね、大阪に今いますけどね、大阪の人ってね、東京のことね、すごいね、東京はいかんわみたいなこと言うんですよ。もう人情隠し、とんでもない、もう人が冷たいわみたいな。で、東京の人誰か見たことあるのっていうふうに言うと、いや、ないとかですね、いや、東京はいかんわみたいなことを言ってる人いるんですけど、実際にそんなに東京に何かされたわけじゃないんですけど、なんか自分の中でそれを感じてる。でもこれもね、愛情の裏返しだというふうに私は思っているんですね。だからまあ面白いなと思うんですが、国内だってそうでしょ、関西人と。でもっと言うとですね、その秘密の県民省とか見ても、県民性とか言ってるじゃないですか。県民性なんてこんなもんないんですよ、本当はね。だけど県民性があるっていうことにして、みんなそれを楽しんでるわけですよね。信州名古屋、あ、ごめんなさい、信州だから長野、長野の人は働き者だからとかですね、なんかいろんな言い方しますよね。なんか新潟はなんか越後で男と杉は育たないとかですね、なんか言い方として、これ、立派なですね、これ男性差別だというふうに思うんですけれども、これ私はですね、リベラル系の人の話から聞いたことありますよ、この挨拶をね。だけどまあそういうふうなことに目くじら立ててもしょうがないんですけれども、そうやって人間というのはですね、自分の集団と他の集団というのを分けてその差異を楽しむという、まあ差が持ってるんですよ。これがいいと悪いって言ってもしょうがない。だからもしですね、地球が一つになれるとしたら、それはどうして、どういう時かっていうふうに考えてみたら、簡単なんですけれども、
わけのわからないエイリアンがですね、日本、あ、ごめんなさい、地球を攻めてきたと言った時にはもしかしたらですね、地球は一つになれるかもしれない。でもその時にもやはり政治は存在してますよね。地球対地球じゃないっていう、つまりこの政治的なものからですね、人間とは逃れられない。でこの逃れられないけれども、でもその内部においてその共同体を意識をですね持つことができる、まあ、そういう意味において国家っていうものがですね、今の段階では一番、なんとか感情をですね、こう移入できる存在なんだろうと思います。もちろんですね、それを離れて、例えば PKO とかですね、その NGO とかで働いている方々尊いと思いますよ。私はそういう方々立派だということは否定するつもりは全くない。ただしそれが全国民にできることかって言ったら、それはなかなかできることじゃないというのが私の、まあ、考えているところなんですね。これをまあいろいろ考えながらまとめていきたいというふうに思ってるんですけれども、なかなかまとまらないんですね。まあそんなことでですね、私が考えているのは今ですね、特に私がですね気に入らないのは、リベラルって言ってる人たちは常日頃国家は敵だみたいなことを言っていて、国家から逃れろというようなことを言ってるけれども、いざこういうですね大変な時になったら何て言ってますか。国が保障するのはいくらまでなんだと、10万で足りるかと、30万円出せとかですね、いろんなことを言ってる。国なんか頼りにならないとか、国なんかどうでもいいって言ってた人たちがですね、危機の際にはですね、国からですね、この補助をですね、求めると。じゃあですよ、私が申し上げているのは、私はですね、日本という国を少しでもいい国にしようと、日本というのは歴史的に見てもいいところあるよと、ということを言い続けたことによってですね、この保守ならぬ右翼とまで言われたわけですけれども、では、物が欲しい時にくれと、悪い存在なのにくれと言うんですかね。私はね、それはね、理屈が通らないと思うんですよ。やっぱりね、日本という国を少しでもいい国にしようというふうに国民の皆さんが思って、で、日本という国を徐々に徐々にですね、発展させていく。その中において、危機が起こったんだから、やっぱり今回は政府助けてくれよと、国家助けてくれよということで、この、なんていうかな、助けてが出てくると。これは当たり前のことなんですけれども、国なんかいらないと。もう国なんかとんでもないんだと、コスモポリタンの時代だと言ってる人はね、まず間違いなく最初にですね、やっていただきたいのは、まずパスポート捨てるところから始めるべきですし、それから国からですね、そのなんか援助なんてもらうべきじゃないですよね。だからもう堂々とですね、10万円なんて一切もらわないということをね、宣言してやっていただきたいというふうに思います。私はね、そういうね、一貫しない思想っていうのが嫌いですね。自分で言ってることとやってる行動が全く違うっていう、こういうちぐはぐな思想かっていうのはね、信じることができないというふうに思いますね。私は、あれですよ、普通に生活してる人っていうのは守備一貫してないんです。そこまで守備一貫してるっていうのはね、よほどない。変人なんですよ。でもね、やっぱり思想をですね、語る上においては、やっぱりある程度ね、守備一貫したものを持ってほしいというふうに思う。特に他人に対してそういうこと言うならですね、自分の思想に責任を持てよということを私は申し上げたいと思います。まあ今後はですね、ニュースの解説以外に雑感みたいなですね、こういうのも含めていけたらなというふうに思っています。今後もですね、この番組を続けてまいりたいと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またですね、この番組を継続していくに、際してですね、ご支援賜れる方は、下記の振込口座からご支援のほどよろしくお願いします。